10月18日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大佐。第一次世界大戦において、防護巡洋艦、高千穂艦長として戦死した佐賀県出身。攻撃者を経て、明治19年海軍兵学校に進み、明治23年卒業。同期に秋山正幸、山地和義、森山慶三郎らがいる。海軍将尉に任官後。 日清戦争に参戦。異海へで行われた、世界初の水雷野州実施の際は、占領した砲台に赴き港内偵察に当たった。日露戦争にも参戦し、アメリカ岸航海長として、後にバルチック艦隊が集結したカムラン湾を視察し、同色のまま日本海海戦に参戦した。明治40年中斎新級。大正2年12月1日大佐新級と同時に、 軍令部参謀権軍務局員に補いされ、ついで、高千穂艦長として第一次世界大戦に参戦。陳夫の戦いにおいて戦死した。伊藤が艦長を務めた高千穂は第二艦隊に属していたが、10月18日は、紹介部隊として第二水雷戦隊司令官岡田圭介少将の指揮下にあった。18日午前に一時、ドイツ水雷艇。 S90 号が発射した魚雷が2発命中。搭載していた機雷の誘爆により、高千穂は撃沈され、3名の生存者を除く全員が戦死した。伊藤の意外は収容されている。岡田は仇を撃とうと水雷艇を港内に侵入させ、攻撃を行うよう命じ、自ら偵察に赴き攻撃隊に同行したが、警戒厳重とみて、結構寸前に中止した。 岡田は戦後、高千穂沈没地点に赴き、追悼法要を行った。なお、高千穂は、日本海軍が、敵艦船との戦闘によって失った、最初の軍艦である。兄は、この F 表第一連隊大隊長、ミトレン体育司令官を務めた、伊藤助俊。助俊の妻、栄治世は、第九代鍋島藩主、鍋島成直の彦、皇族。 梨本宮との子の重視にあたる。伊藤家は、帯藩の一族。家門は、伊王木公。妻は、鍋島剛の六女三代でいとこでもある。二十七八回戦史第二冊、第十章、第二節伊藤正則の著作では、裕保商尉が野修に同行していたとある。ただし、裕保商尉が、連合艦隊司令長官、伊藤助行の長男としており、 真偽不明。同性に加え家紋も同じ、イオモッ目光である。この記述は、アジア歴史資料センターの資料に基づく。海藻の日本海軍、第一次世界大戦における、新倒戦の思い出、日本の海軍 P44、漢方第4172号、除任及び、事例1897年6月1日、漢方第4402号、除任及び、 事例1898年3月9日。漢方第3729号、序任及び、事例1907年12月2日。AB、漢方第669号、序任及び、事例1914年10月23日。漢方第3727号、序任及び事例明治28年11月29日。 漢方第3838 38号、付録、事例1896年4月18日。漢方第5835号、付録、除任及び、事例1902年12月13日。漢方第6573号、除任及び、事例1905年5月31日。漢方第1022号、付録、 事例1915年12月27日、ありがとうございます。